はい、どうもスタッフ健太です、今日は6月の4日金曜日ですね、朝からですね、雨が降っておりまして、その雨が降るですね前にとりあえずジュンベリーを収穫しようかなと思ってたっぷり取りました。鳥と格闘しまして、一応ですねこのジュンベリー、蜂蜜と、レモン汁を、ミックスしてですね、一応蜂蜜と一緒に20分ほど煮込んで、まあ、身をですねフォークで潰して最後にレモン汁をですねかけたら出来上がりということで、適当にジャムを作りました。まあ最高にうまかったんですけど無添加なので、まあ、すぐ食べなければいけないんですけど、まあ、明日の朝には全てなくなるかなという感じの予定でございます。一応ですねこれ庭にできた、まあ、木、庭にできた木とか植えた木なんですけど、果実がですね、食べられるということで、まあ、ジュンベリーですね、は本当おすすめです。もし木をですね植える際に、なんかいろんなですね種類があると思うんですけど、ジュンベリーおすすめですのでぜひチェックしてみてください。ということで、今日はですねお話を2つ、ちょっとまずですね、これは結構衝撃的な感じのお話なんですけど、まあちょっと今回のお話推測でしかないんですよね。シマノの新型デュラエースのお話になります。まあ確定ではない情報なのであれなんですけど、情報としてはですね電動ブレーキなのかというようなことでちょっとですね資料が出てきました。一応ですねこんな感じになっていますね。でですね、まあこのですね展開図を見ると、まあこの中心部分にエレクトリックなんちゃらって書いてあるんですけど、この辺が多分その電動なんじゃないかなというような感じですね。アクチュエーターって書いてあって、コンバージョン接続メカニズムというような感じで、ちょっとあまり読めないですけどこんなですね資料が出てきています。であとですね、まあこれは前々から言われてたんですけど、まあセミワイヤレスということで、まあこれ多分2032の電池なんでしょうかね。レバーの部分に、差し込んでネジで止めてというような感じで出てますね。こんな資料がですね実は2021年の5月の18日特許申請というような感じで、まあユナイテッドステイツパテントというような感じで書いてあるんですけど、これ5月の18日なんで結構遅れてんなっていう感じですよね。あれなんかツールで乗るんじゃねえのかっていうような感じの話が出てたんですけど、遅いっすよね。まあ、こんな時期にちょっと提出になると、これ今回のデュラエースのことじゃないかもしれない。まあ、次回作なのかな、それともどうなのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、これちょっと推測のなお話なので、この情報もですね他のですね海外の自転車 YouTuber の方からのちょっと情報なので確定ではないんですけど、でももしかするとこんな感じになってくるのかもしれないというお話ですね。まあ、多分セミワイヤレスに関しては、まあ、完全になんか確定みたいな感じのところで、まあ、セミワイヤレスも使えて、今まで通りにその配線ができるようにというような感じの話も出てて、海外のプロチームからはやっぱりそのワイヤレスが怖いというような情報が結構出てたりなんかするんですよね。なので
まあ、敗戦をしてしまった方がいいんじゃないかというようなことも言われているようです。はい、まあ、いずれにしても今年中には確実に発表というような感じで、まあ、この前ですね、アンカーの、RP9 が、9月かなに発表みたいな感じになってると思うんで、おそらく、このですねシマノの100周年の記念の年に、新たな新型デュラレスのお話がですねそのあたりで出てくるんじゃないかなと思っております。で、一応ですね、まあこの状態で多分いきなりツールで実戦投入っていうのは絶対ないとは思うんですけど、おそらくですね、販売店には7月あたりに、まあおそらくに日本のですね数店舗には情報がちらっと出てくるのではないかなと思っております。大体のパターンが販売開始というか、発表の、時に、まあ、その数ヶ月前に大体その日本のショップさんにですね、ちらっとその情報が出てきまして、その後、まあ、予約開始というような感じになっていますね。で、まあ、他の自転車メーカーさんの方でも、なんかシマノの新型デュラS何個頼むみたいなことが出ているというような感じの話で、まあ、完成車が発売されるのはもう来年の夏頃というようなところで、言われております。なので、まあ、初回でですね、この単品のデュラエースが、まあ、予約開始となると思うんですけど、結構多分世界的にですねまた需要が拡大しているのもそうなんですけど、まあ、生産数もかなり少ないと思うので、その1店舗あたりにですね、どのくらいのその入荷数があるのかっていうのは分かんないところではあります。ただ いつも通りの状況ではないないかなと思っておりますし、価格はですね、結構上がってくるんじゃないかなと思っております。で、ちょっと前からお話をさせていただいてるんですけど、まあ、早めに乗りたい方はもうフレームとホイールなど梱包以外のものは、まあ、揃えておきましょうというようなところで、まあ、発表まであと2ヶ月ありますし、発売まで、まあ、予想だと発売が多分冬あたりになるんじゃないかなというような感じで、まあ、自分の中では思っておりますので、来年のですね、まあ、春までに乗れるような状態でですね、まあ、バイクをですね、揃えていってもらえればよろしいかなと思っております。で、あとですね2つ目、来週末の実業団のテクニカルガイドが発表されまして、やはりですねコースが逆回りでしたね。で、一応エリートクラスは全員出走ということで、まあ、その中でも177人にリストが更新されてました。で、いつもバーッと下るところをダラ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 登っていかないといけないというところで、結構ですねこの下りの区間を登るってところで長いんですよね。で、多分序盤にすでに結構絞られる予感がしてます。多分まあいろんなですね、ところから情報出てるんですけど、もう前半から上げる宣言をしているですね強豪の選手もいるんで、結構サバイバルになるんじゃないかなというようなところではあります。なので前半しっかり上げられるようにちょっと準備をしていきたいなと思っておりますが、まあ、シーズンさ、これ前半がですね最後のレースになってきますので、怪我なく楽しんでいきたいなと思っております。まあ、帰りはですね、谷川岳の、パーキングエリアで、モツを買ってですね、ビールで乾杯というような感じで、まあ、それを楽しみにですね、レース半分モツ半分みたいな感じでね、行こうかなと思っておりますということで、6月4日金曜日ですね、今日も頑張って仕事をしたいと思います。ということで、またアップします。